控えの間っていうので、みんなでこう配信で参加するっていうのも全員、出演者全員が控えで、僕はそのひろきくんとかからしさんとか MC やってる同じ建物内にいたんです。同じ建物内の僕は会議室とか、あのトリちゃんとか北園くんとかも割とそう、あと佐々木の秀くんとかも割と違う部屋ではあったんだけど、こう会議室でこう配信やらせていただいてて、9時になったら照明がバーンってなっちゃって、でじゃあ最後皆さんに登場していただきましょうって1時間後ぐらい、どうぞのどの字ぐらいに照明がバーンって落ちちゃってえ照明落ちえだからさ、それさ分かんない人からしたらさ、俺出とちったと思われるやんそうめちゃくちゃ焦ったね。だから一生懸命手でこれ手はいる、俺のせいじゃないんだよっていうのはやってね、そんなことがありました。懐かしいっすね。